始まるよ。どうも皆さんこんにちは、タルマ工場のアンヌです。今回もギリギリセーフ、こちらのゲームで遊んでいきたいと思います。それではスタート。来ました、レベル112。太ってて出れないガシランテだって。なるほどね、太ってて出れない。いや、なんだこのコマみたいなやつ、このコマみたいなやつでご了承できる。来た、大成功、コマ抜け大作戦じゃない。パワーでした、一撃必殺。右手の破壊力に全てを込めてた。これが見て、だってドアがへこんでるもんね、あまりの強さに。トゲが来てる。だってもうどうしようもないです、これは。おとなしく受け入れるしかない。これだってもう正直あがいたってしょうがなくない。え、このワンチャン木の枝でなんかあれ、ハリーポッターの世界的な、その可能性にかけるか。じゃあこのなんだ、アラジンのランプみたいな、え、これでいける？アラジンのランプ大作戦で。あと2つは何を願おうかな。ムキムキだったわこいつ、パワータイプだ、さっきといい今回といい。お、これって新手のいじめだって。あ、なるほどね、外から鍵をかけられてしまった的な。それはだいぶいじめだよね。この丸太であれか、縄文の扉を開けるみたいに丸太で扉をガンガンやる大作戦、それでしょ、間違いない。やっぱりこのゲーム脳筋しかいないんだけど、なんでさっきから全部脳筋なの。丸太はどんな武器より強いのよ、だって。おもろ。さあ来ました、レベル115。外に出て警察を呼ばないと。だって確かにこれは非常にまずいね、ピストル片手にボイコットだもんね。しないは無理じゃない、さすがに。ここはこのなんだっけ、こういうの名前忘れちゃった、どう忘れちゃった、無線。じゃあこの木刀、この木刀でどうすんの。拳銃と木刀じゃさ、戦闘力5の市民と戦闘力1000ちょっとのラディッツぐらい違うよ。これ結構戦力差あるって。それは話が変わるわ、それはさすがに話が変わる。それが使えてしまうのなら負けないわ、最強技だからこれ。家に帰らせてよ、ヘルプだって。口紅、いや無理だろ、口紅でヘルプか、そういうことね。しまった。じゃあこの謎のプレゼントボックスでいきましょう。いけるかこの謎のプレゼントボックスで。あー、予想のね100倍上を言ってくるよね、これ。びっくりボックスとびっくりの威力が違いすぎるって。奥に行きたいのに。いや、これ多分消火器を横に倒して渡るだけでしょ、正直。え、いや風船でこの棘を渡るのはちょっと夢見すぎ。これ一回現実を教えてやるわ、風船で人は受けませんよっていう現実を教えます、ここで俺がしっかりと。渡れました、はい、現実を教えられたのは僕でしたね。さあ寒い、凍っちゃう。多分ライターはもう使えない、この謎の必勝パワーで行くしかないね、きっと。心が燃えれば寒くないみたいな、そういう脳筋パターンを見せてもらいましょうか。松岡修造レベル100になっちゃった、すごすぎ。じゃあ今日はこれで終わりたいと思います。バイバーイ。皆さん、今回の動画はいかがだったでしょうか。この動画が面白いと思ってくれた方はチャンネル登録と高評価の方をよろしくお願いします。また概要欄の方に Twitter と TikTok のリンクの方も貼っていますので、そちらの方をチェックしてフォローしていただけると嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。